はい、どうも、宮本さん、こんにちは。新しいセンターがまだ出てないんですけど、情報だけ出てるということで、ビリメに教えてもらいましたんで、ちょっと、見ていきたいと思います。まず、特性なんですけど、ちょっと意味わかんないんですけど、まだ全部見てません。試合が進むにつれて、龍二は仏法の真理に目覚め始める。試合開始から90秒後に自動的に真理に目覚め、混合の怒り状態に入る。で、この混合の怒り状態がどういうことなのかちょっとよくわかんないんですけど、ちょっと見ていこうと思います。まず、昇竜ダンク。両手を高く上げてジャンプしてダンクを出す。この状態不安定なレイアップにならないようにいいっすよね。これ。あれでしたっけ？メイソン。メイソンのクイックダンクみたいな感じ。見た感じちょっと遅いですけど。で、命中率が上がって、こっちが。そこからパスできるっぽいですね。今後の怒り状態に入ると、昇竜新速ダンクシュート。する前にパスを出すことができる。任意の方法で初めて得点を決めると、仏法の真理に目覚めるまで、時間が5秒短縮する？現代からでも何言ってるか分かんないですね。この仏法の真理って何なんですか？よく分かんないですけど。とにかくこのダンクからパス出せると、こっちが、リュウジが木の力を利用することでパス速度が上昇する。パス速度ね。はい、で、こっちが、低軌道のパスをキャッチした際に素早くダンクを打つ。これはちょっとメイソンじゃないですか。メイソンよりも遠い位置からダンクできるので。空中でブロックされる確率が、空ブロを発生するんですね。不安定なレイアップだな。違うんかな。で、こっちが、ダンクの使用時に一定の確率でブロックに失敗した相手を弾き飛ばす。混合の怒り状態に入ると、弾き飛ばす確率が大幅に上昇する。で、こっちは妨害体制が上がると。これが、ワンハンドでのダイナミックなリバウンド動作を持つ。はい。ワンハンドになることでどういうことなのかね。よくわかんないですけど。で、こっちがリバウンドの高さが増して、こっちが、相手のブロックアウトを受けた場合でもリバウンドに飛ぶことができる。ただし、その際にリバウンドの範囲が一定数狭まる。で、こっちが、リバウンドの範囲が、マイナス 3？ 狭まる範囲がマイナスで、こっちが、筋力が上がって、こっちが、混合の怒り状態に入ると、ブロックアウト時の筋力が大幅にアップし、ブロックアウトで失敗しても倒れなくなる。また、リバウンドを取ると、短時間の間リバウンドパスを出すことができる。初めてリバウンドを取ると、仏法の真理に目覚めるまで、時間が6秒短縮する。だそうです。捨て身の、何法っていうのか。リバウンドボール、リバウンドボールまたは高い位置のルーズボールを空中で弾き、ジャンプで争奪できる状態に入る、にする。試合開始時のジャンプボールでは使用できない。つまり、チップアウト。リバウンド系のスキルが2個もあるのか。で、リバウンド値が増えて、こっちが、捨て身のなんとかによる、争奪値と争奪範囲がさらに上昇する。ジャンプ力が上がる。リバ強いんかな、このキャラ。で、捨て身のなんとかでボールを弾いた後、短時間の間リバウンドの高度が増える。チップアウトしてからリバウンド取るのがいいのかな。リバウンド強いキャラなのかな、もしかして。こっちが、雲海争点。合ってますか、これ。で、相手のミドルシュートをスリーポイントでブロック成功した際にボールを高く打ち上げ、ジャンプで到達することができる。この後またさらにリバウンド取れるってことかな。実質これ、ブロックキャッチみたいなもんじゃないこれ。もし成功したら。で、こっちが、相手を倒す確率上がる。ブロック時に相手を倒すの？こっちが、空中ブロック発生確率上がる。ん？こっちが空中ブロック違うな。で、こっちが、
今後の怒り状態に入ると、ゴール下シュートまたはゴールに近い位置からレイアップ及びダンクをブロックした際に一定の確率でボールをバックボードに押し、バックボードに押し付け、そのボールを取ることができる。え？任意の方で初めてブロックに成功すると、仏法の真理に目覚めるまで、時間が10秒短縮する。どういうことや、これ。普通のブロックとどう違うの？ボール下近いってあれだと思うけど、ボールをバックボードに押し付ける。これ物理的におかしくない？バックボードにぶつけるって、この状態からどうやってぶつけるの？バックボードにつけ、そのままボールを取る。この動画見てる感じでは、ボール取ってないけど。ちょっとよくわかりませんが、ブロックが強いってことですかね。で、バーストが、仏の五種。ん？ちょっとわかんないんですけど。ペインより差し伸べられたプットバックモーション。オフェンスラウンドでゴールから外れたボールを、またゴールに叩き込む。つまりこれ。リバダンってこと？リバダンってことが、これがバースト？バースト弱いなぁ。これ伊集院やん。伊集院だったらあれバーストじゃないし。これでリバウンドの値が、到達が増える。増える。こっちが、ダンクの命中率が増える。これがバーストか。妨害対象が増える。今後の怒り状態に入ると、仏のゴチにより、ダンクの妨害対象が 50% 増える。バースト弱いな。リバが強い系ですか？リバーブローバー。どうなんですか？そんな、特筆すべきところはないですね。これ強えっていうところがなんかない気がするんだけど。あんま目立った特技ない気がするんだけど、気のせいかこれ。で、まあ、出てみたらわかんないですけど。ということで、新キャラの龍二の紹介でした。はい、では。